さあ、観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。どちらが先にゴールネットを揺らすのか。ここは一人で上がっていきます。ここまで来た。いいディフェンスを見せます。まずは右サイドから行きましたが、ボールはつながっていきません。ここはオッド、スペースへ抜けた。後ろへ預けた。左にはたいた。セード、タカ。さあ、固まっている。入るか。わずかに右へそれました。マタラッツィ、ファビオ・カンナバール。横へ動きます。ピルロ、通りません。オッド、ガッドゥーゾ。持久力のある選手です。フィリポ・インザーグ、滑り込む。先制のチャンスだ。合わせた。さあ、ミラン、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。さあ、コーナーからの最初のセットプレー。中には3人いる。右サイド、イタリア、右から上がっていきます。一瞬のクリア。左方向へのクロスだったんですが、ここは合いませんでした。前半も15分が過ぎました。大事なところ、ガッドゥー縦で来た。おっと、うまく走り込んでいる。さあ、競っていく。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。と、ここで奪った。前方へ。さあ、展開が速くなる。一人で持っていく。やや中のフォローが遅いか。リスティング、左サイドからのコーナーです。イタリア、絶好のチャンスを得ます。際どいコース、ピンチを逃れました。ああ、いいパックでしたね。激しいチェックが続きます。ホイッスルです。直接フリーキックです。下げて、ここはペルロッタ。いい攻撃だ。真ん中へのクロスが出たんですが、ここでは通りませんでした。中にいなかったんですよね。右へ。中にいる選手が少ないぞ。競り合った。さあ、右へ出してきた。うわー、フリーだ。細かいボールの奪い合い。さあ、今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。いやー、しかしいい戦いしてますよ。そうですね。頭で流し込む。あっと、外した。もったいないですね。マルディつないで、ネスタ。オッド回して、ガッドゥーゾ。いいところ出ましたよ。チェックに行く。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。後方へパス、パスをつないでいく。細かくフェイント、大事なところ。後ろからさらに行く。一旦左へ放った。これまずい。左からのコーナーキック、誰に行きますかね。真ん中へ入れた。ヘディング、これはわずかに左でした。危なかったですね。やはり最初のボールコントロールでほとんど決まっちゃいますからね。いや、本当にそうです。
コーナーを直接合わせてきました。ここでリターン。左へ回して右に送って、そしてオッド前に出した。今よろしいでしょうか、ホーム側ですけど右サイドにボールを振っていけという声が上がっていました。ああなるほど、激しく奪い合います。ディナタール、トーン、この2トップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一方及びません。これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。おお。マルディン、ガッドゥーズ、中盤のプレイヤーです。ここからフィリポ・インザーグ、ガッドゥーズ、うまくコースを塞ぎます。いいチェックですね。後ろからのマーク、ダイレクトで出す。前に送って、ディナタール、一人上がっています。行くか、危ないところでした。キャビアさん、ロスタイムは2分です。なるほど、2分ですか。さあ前半のロスタイム、大事なところ、スペースへ出す、長すぎました。強い、ああいう局面でも落ち着いていますね。ここで前半終了。さあ北澤さん、前半終えたところなんですが、まだ両チーム無得点、いかがでしょう。そうですね、作戦なのかもしれませんけどもね、見た感じはちょっと牽制し合ってる感じもしますよね。はい、ありがとうございます。では少し振り返ります。前半11分、さあ後半戦始まります。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。オッド、ガッドゥーズ、前へボールが出て、おお、これは突破できない。ドナウ、ダビオ・カンナバー、必要なチェック、プレッシャーを与えます。わっと抜けてきたぞ、と細かいボールの奪い合い、大事なところ、おお、さあ固まっている。ここはディフェンスされました。おっと、そのまま蹴った、軽く出して後ろ、サイドを変えます、落として、再びネスタ、激しく奪い合います。ミランボールキープしています。大事なところ、ヘッドロック、競り合った、ゴールを狙った、こぼれ球、あ、惜しいですね。ちょっともったいなかったですね。いいシュートでしたよ。外へ開きます、強引に行きます。おっと、これは激しいタックルです。左に送って、おっと、左サイド駆け上がっていく、一旦預けます。強い、そのまま行った、決めた、右足、いいですね。後半15分です。ミラン先制ゴール。ミランまずは1点先行しています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心しすぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。ちょっとよろしいでしょうか。はい、ダボディさんどうぞ。アウェー側ですけど、選手に対してアップの指示を出したようです。どうやら一人だけですね。なるほど、そうですか。ここで選手の交代があります。ミラン現在1点差をつけています。
でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。スペースを使う、追加点のチャンス。これはコーナーキックです。ゴール前うまく合わせたいですね。中の味方は3人。さあシュートだ。ヘッドで競り合います。ここにデロッシ、ちょっと合いません。中へボールが入ってきたんですが、落ち着いた守りを見せています。ガッドゥ、主審から注意を受けています。これはつながるか。おっと、このスルーパスはオフサイドとなります。頭で競り合う、ピルロ、いいプレッシャーだ。奪い返した。まもなく後半の30分が経過します。細かいボールの奪い合い、追加点のチャンスだ。ちょっとこれは大きすぎました。そこからガッドゥーズ、ダイレクトで出す。デロッシ、回してポーン、中には味方がいない。お、いいでしょう。ミラン、結局このボールを奪いました。チェックに行く。いいマークですよ。オッド、ミラン今のところ1点リード。ちょっとこの時間帯中盤を支配されてきているようですが、はい、よくパスコース、右足決まった。いやー、素晴らしいゴールでしょうね。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。ミランとしてはうまく流れに乗ったという感じでしょうかね。はい、しかしここで差を縮めておきたいイタリア。早くも攻守が変わっています。ミラン、これは流れていきます。スペースへ出す、おっと、決めた。これはしかしオフサイドか。ノーゴール。いや、今のゴールは無効となりました。オフサイド。でもよく審判見てましたね。さあ一旦仕切り直されます。フリーキック、これは通りませんでした。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。イタリア、ここからの攻撃になります。ちょっと合いません。後半40分が過ぎました。後ろからチェック、前に出した。ここで流れをつかみたい。開きますよ。ここで激しい、おっと、ポストだ。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。中には3人いる。下げて、ここはデロッシ、狙ってきた。ゴールマウスのわずかに右。それにしてもああいったシュートは思い切りの良さを感じられますよね。安定した攻めを見せています。ラストチャンス、浮き球できた。長すぎました。タイミングが合わない。このパスはオフサイド取られましたね。マルディン、ここで試合終了。ミラン見事勝利を挙げました。さて北澤さん、今日の試合ですが振り返っていかがでしたか。そうですね、ミランとしてはここぞという時に相手を自由にさせなかったのがポイントでしたよね。それによく動けてましたからね。選手たちの調子も良さそうでしたね。そうですよね。さあ今日の試合の内容についてなんですが、後半15分、カカ見事なミドルシュートでしたね。結局あの場面、勝負の分かれ目となりました。はい、キッカーの狙いも素晴らしかったと思いますけど、途中で非常にこう正確なパスで起点を作ってましたから、
やはり前線のフィードが正確であればあるほどチャンス生まれるってことですよね。さらにまた重要な場面があったんですが、後半34分、ロナウド、あの局面、相手を引き離すゴールを決めています。シュートを打つ前の選手のプレーなんですけど、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。さらに少しだけ今日の試合データを見てみましょう。ミラン、ボールも支配してましたね。はい、よく回せましたし、やっぱりその辺の結果が数字に出ましたよね。ご覧いただいてまいりましたように、本日の試合は2対0、ミラン見事試合をものにしています。さあ、そろそろお別れの時が来ました。今日の解説は北澤剛さんでした。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールを愛してやまない皆さん、またお会いしましょう。さようなら。